やり方としてはこうさすってるように見えるんですけれども、さするだけだと皮膚は動かない状態になりますが、応圧して回すことによって皮膚がこういう動いている状態になります。で、外から見ると皮膚だけ動いているように見えますが、皮膚の下の部分に筋膜というものがあり、その筋膜も一緒に動いているので、そこについている筋肉、神経などもほぐすことができるので、より安全に早くほぐすためには必要な手技となっています。まず最初に頭全体をほぐして、この頭全体をほぐすことによってどの部分が硬くなっているかを調べていきたいと思います。こちらも軽い圧で、時間にしたら 1,2 分程度で硬い部分を探してください。人によっては右側だけ左側だけ硬くなっている方もいますので、そこのところを中心に全体的にリンパを流すようにマニピュレートしていきます。まずは目頭の方を温圧して圧を抜きます。こちらの方の時間は5秒程度押してゆっくりと離す状態にします。